よし、皆さんルミチャンス後編いきましょう。スーパー持久力ガールで打っていくぜ。いくぜ、ぐる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 。さあ今度はガンガゼ野外音楽堂です。さあ行こうぜ、持久力パワーを見せつけてやろうぜ。レディーゴー。さあジェジェン乗りは大事って毎回何回も言っているジェジェン乗りは大事、ほんと大事だよ。理論上リスペクトですからね理論上大好き大ファンです。自陣塗りすっごい綺麗なので、あの全国優勝してほしいですね、あの理論上さんには。ここ全然塗ってねえじゃないですか。そしてまたまた白い、なんかすごい、あのライティングのせいですごい白い、ガンガゼのライティングのせいでピンク色が白に見える、白に見えるところがあるんだけど、ちょっとそういうのあまりよろしくないかな。あんまり黄色攻めてきてナイス上げ、誰か落ちてるってことはある、誰かが通信落ちしてるってことかな。それああ誰か通信落ちしてる、あまりあの来ないってこと、誰かがあの通信落ちしてる、あの通信落ちっていうのがよくわかるように表示がされてる、わかるかな、あの黄色のあの右から2番目の子があのカラーの状態でバッテンになってんのね。それが多分通信落ちの人、通信がかわいそうに通信ごめんね、通信落ちで3人対4人だけどしょうがないよ、これも勝負なんだ、諦めてくれ。多分それが多分通信落ちの表示の合図だと思うんだけど、大変だよね、そりゃ3対4じゃ勝ち目ないと思う、うん、大変だよね。え、でも全然あんまり攻めてきてないし、なんか1人しか動いてないようにしか見えないんだけど、おかしいね、なんかすごい落ちてんのかな。相打ち、いやでも通信落ちはしてないはず、1人だけが今通信落ちしてるからそんなに脅威では、そういうことじゃなくて、3人でも一応攻めてくる人はいるのよね一応。いや攻め力足りないのかな、すごい攻めてる攻めてる、すごい攻めてるね、いいねいいね。あまりにもいないんだよねここにね、ここになんかいないんだけど、うわーごめんなさい、うわーごめんなさい、ごめんなさい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 、いやーまあ勝ったけどすごい解説しながらやってたからごめんなさいだったよねうん、多分この東京さんって人がおそらく落ちたんだねきっと、大変だね、頑張るか。スプラトゥーン、さあお次は昆布トラック、いいね、ガーリングボムの巣窟なんちゃってなんちゃってそんなことないか、よし塗りところちょっとね、知人寺きれいに塗っていこうね。今度は多分通信落ちはいないと思うので、さあ正々堂々4対4で遊んでいきましょう。さあコンボトラックはねいいよね、ちょっとコンボトラック、まあコンボトラックはまああんまり構えたけど、よいしょ、あー間違えたー、はい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 
か間違えてしまった。半端なくてね、心鼻がかゆい、やばい、鼻がかゆいぞ、やばい、鼻かゆい、鼻がかゆい、鼻がかゆい鼻のかゆさは、鼻のかゆさにはちょっとね、負けた。あー、かん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 。でも鼻がかゆい、かゆいって言ってる時に、鼻がかゆいって言ってる時に、ねーしょーぶーっ鼻がかゆいって言った時に、倒されなくてよかったって言いたかったんです。よし、真ん中は塗り替えされちゃったな。よっしゃー、上から、はい、おっと、ここなんか、おっと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 、あたーい、逃げてたらスパタリにやられちゃって、いあ、クリーニングしてくの忘れてたな。クリーニングしてこよう。クリーニングするの忘れてたから、クリーニングしないとね。そうじゃないとこれやってる意味ないんですから。ティアピールのトロポールゼイル、何を言ってるのかわからん。あー、チョロトロトロポールトロポールゼイル、もうな、謎発言、だいたい収録すると私もう謎発言をするからね、もう何語って感じ。あー、すごい塗りたくられてるから、もうとりあえずこのフェスはね、フェスティーを、フェスティーを育てて、フェスティーを育てて、フェスティーを育てて、ギアを集めるだけなんだよね。昨日じゃねえな、この前ね、ニコ生来てくれた人が今回フェス初めてだから楽しかって、楽しくやりたいなって思って語ってたらやられちゃったけど語ってたらやられちゃったよ。語ってるところでね、楽しくやりたいですって言ってくれたりね、楽しめばいいと思うよ。チャンスパタリ、やばいやばいやばい、いやー負けたぴょん、いやー負けたぜ。いやー驚きの黄色、うん、まあこれは入れとこう、入れとこうってなってるわね。さあ痛いですねこれはね今回は勝ち戦と負け戦を1個ずつ入れたいと思ってます。くそー、クリーニングしてきます。またガンガゼかい。レディーゴー。ガンガゼのライティングでピンクが白に見える。マヨネーズじゃないですよマヨケチャの時は本当にね、マヨネーズ真っ白だったからね、このライティングのせいで完全に真っ白だし、ケチャップもライティングのせいでマヨネーズの色に見えて、わけわからんかったからね。よし、侵入しようか。いい、あー、やめやめ、ジャンプミスした、ジャンプミスった。うえー、まさかジャンプミスするとは思わなかった。こういうこともあるさ、進撃のイカちゃんをね、やりましょう。ナイスー、誰かが上から、上から、おっと、中から上から、ここに人がおるよ、逃げろ逃げろ、おいしょ、あっ、これ、あっ、おいしょ、しょ、しょ、ナイス、いやいい感じに、いやー、おっと塗られていますね。我が陣地を塗り返しに行かなきゃ。
我が陣地を、我が陣地をやられたー。相手も強いな、なか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 強いもんな。いい感じでピンクに塗りさくられておりますが、相手もなかなか強いようで。さあこの持久力だ。うおっと上で、うおっと上に向かって浮いている人がいる。誰だ、デュアルスナイパーか、デュアルスーパーなんだスーパー着地やられたぜ、ピンクラビ。あ、全落ちしてんじゃん、やべえ。いい感じに黄色に侵略されている、いい感じに黄色に侵略されているな。よいしょナイスー、負けんぞー、俺も負けんぞ、負けんぞい、へあひへほへひほほへほへ、よっしゃナイスー、よいしょ、ほい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 、どうだどうだ。あ、負けましたね。なんてこった、黄色強いな。くー、負けたぜー。くー、次はミステリーで勝ちたいですね。ふわ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 みたいなこのキャップかぶってる人いっぱいだね。あ、またガンガゼだー、男子力誰だ男子力って書いてあるのペン塗り大事大事大事、綺麗に塗っていく大事。ランダムだから仕方ないんだけど、こっちこっちのお腹かたさー、いい感じ、まずはいい感じにピンクに塗っていく。あー、ダメだ、インクがなかった。やらないかみたいな名前だなあー、黄色が押してる。頑張りたい。塗られていないぞ、塗られ、おっと塗られてないから、さあ侵略のイカ、侵略のイカ行きましょう。トト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 、後ろにいたのか、倒した人の。ふぅ、2枚抜き、さすがに。いや、これの収録の前に3枚抜きしたのはやっぱり奇跡だったか。よし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 、もう一度侵略のイカをやるぞ。もう一度侵略のイカ、侵略のイカ、ほい、よっしゃー、カーリングで2人倒した。さあいい感じに侵略を、いい感じに侵略を果たしているようですね。おっと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 、よっしゃー、いい感じ、よっしゃー。おー、なんかちょっと調子いいよ。調子いいと大体やられるからね、慎重にやられたね。おっと、ほらほらほら、あそこにいるしね。ほら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 、あれをなんとか潰そう。あれ潰してこう、あれを、よいしょよいしょ、おっしゃー、調子いいね、いい感じに調子いい、いい感じに、よいしょよいしょ、
ナイスー。これは勝ちましたねー。よっしゃー。なんや、痛い。いやー、調子よかったね今回。イエーイ。やったぜー、7キルしたよ。やったねー、ふふふ。いい感じ。手が痛いよ手が痛いよ。頑張るぞ。よし、あとはミステリーゾーンで勝つか負けるかみたいな両方を取れたらいいな。おっと、逃げた。よいしょ、逃げた、逃げた。すごいピョンピョンする人可愛かった。これ収録したかったな。大事。今ぼーっとしてた。ミステリーゾーンだった。ミステリーゾーンに当たったのに今すげえぼーっとしてた普通にぼーっと何かを見て、はっ、ミステリーゾーンじゃんやべえ、ミステリーゾーンだった。今ピッしっかり、しっかりじゃないけど、いい感じに、人参塗りをきれいに塗っていこうぜ。そして侵略されているぽい、牽制。あー、やばいやばいやばい。よっしゃー、相打ち。くそー、何も面白いことが、何も面白い言葉が浮かばない。負けたかも、負けたか。いやー、負けたー、悔しい。ミステリーであともう一回ぐらい勝ちたい。この辺から来るともう記憶が曖昧で、さっき勝ったのか負けたかことすか、あ、もうダメだダメだ、もう言葉が別の人に倒された。ナイスじゃない、やられた。あかん、もう負けた、もう負けたけど終わり収録が終わ、こんなに押してるとは思わなかったから。嫌い
結果どうなるんだろうね、気になります。はあ、結果は明日になったら分かります。うん、頑張ろう。明日じゃねえな明日まで頑張って勝率を上げたいと思います。それでは皆様頑張ってね、フェスを楽しみましょう。なんかリアルタイムみたいな話になっちゃった、ごめんねいやー本当にここ、ま、すまねえなおいすまねえな、おいすまねえな。まあとにかくまあ頑張りましょう。結果どうなるか楽しみです。ではさらばじゃ。さあ結果発表が来ますね。いざステージの発表前に臨時ニュース。え、あれ何でしたっけ。フェスが来てきたよ。おお、さあフェスの結果ですね。僕どっちがどっちだろう。ドキ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 、やっぱ瞬発力だね。やっぱ瞬発力いっぱいいるね。持久力きっと多分瞬発力の方になんかあった、なんかこれはどっちなんだろうね。ヘイペリンですが、うん、緊張する。おお、やっぱり持久力の方がいいね。やっぱあの瞬発力投票数が多いから内戦とか起こってたのかもしれない。うん、マジかよ。おおってことは、すばらしい。さっきあれっしょ、最終結果ですね。その通り。というわけで今回のフェスを制したチームはゴクリでてでてん。わあ、持久力、マジかー。持久力の皆さん、コツコツ頑張ってくれて私嬉しいです。瞬発力のみんなもすごいスタッフが感じなかったぜ。ねえ先輩、今度一緒にマラソンの練習しませんか。しょうがねえな、いい汗かいて持久力でもつけてやるから。やった、いっぱい走りましょうね先輩。5分だけだからな。5分じゃ汗かけませんよ。あ、フェスに参加した人は広場でスーパーサザエもらえるってよ。次のフェスもお楽しみに。楽しみにしてます。さあ、今の時間はチョウザメとホッケですね。イラッと役連スプラシールドとグレッシュスッツ、また役連乗るときの役ですか。チュチュテチュチュテ、よし、壁登ってくれげるときはいいです。まさに私のトムセイじゃな。先輩戻り中なのに下まで降りてこないの、どれかしてください。降りてこいよ。ご挨拶してこいから、おめでとうございます。先輩カピ見すぎですよ。あ、違うな、成田くん、デンタくん、デデデデン。おお、24個もくれるの、やったー。え、20個じゃねえんだ、24個くれた、ありがとうございます。やったね、やったぜ。ということで、持久力が勝ちました。まあ投票数がね、やっぱ瞬発力に多かったってことで、おそらく内戦が起こったのかと思われます。いやー、フェス勝ってよかった、すごい楽しかったです。あのこの動画の後にちょっと番外編として、ツイッターのフォロワーさんとのチーム戦の動画を上げますので、それもよかったら見てください。それでは皆様、さらばじゃーん。